こんばんは、楽する暮らしです。我が家では魚の缶詰をおかずとして頻繁に出します。いつもは安いものしか買わないのですが、いろいろ買って食べ比べてみることにしました。サバ味噌缶を食べた感想を紹介します。今回食べ比べるのはサバの味噌煮缶にしました。味付きの方がそのままおかずとして食べやすいと思ったことと、サバ缶は手に入れやすいと思ったからです。今回買い集めたサバ缶はこちらの5種類、2軒のスーパーで3種類、デパートの食品売り場で1種類、Amazon で1種類買いました。1つずつ紹介します。購入価格が低かったもの順で紹介します。稲葉一口サバ味噌に139円、評価はこんな感じです。稲葉は直径約 7.5 センチの小さめの缶、近所のスーパー2軒で見かけました。日本産のサバが使われています。栄養素、原材料、プルタブにほとんど隙間がないので指の腹では開けられず、スプーンを使って持ち上げました。親指は真ん中に置いて開けました。蓋の素材が曲がりやすいため開けにくかったです。身の量は中くらいのものが1つと小さめが2つ、一口よりは大きめだと思います。生姜の味が感じられるさっぱりめの味付けです。あまり油は乗っていない感じの身質で、タレもあまり油分がありません。食べられる硬さですが、骨は大きいものも入っていました。油がない分魚感が少なく、魚感が苦手な人でも食べられるタレの美味しいサバ缶です。マルハニチロサバ味噌煮213円、評価はこんな感じです。マルハ白赤は直径約 7.6 センチで高さのある缶、近所のスーパー2軒で見かけました。国産のサバが使われています。栄養素、原材料、この缶もプルタブの間にほとんど隙間はありませんでしたが、なんとか指の腹で開けられました。先ほどよりも少し固めなところは開けやすいです。身の量は中くらいのものが3つ、少し甘めで若干魚の苦味も感じるバランスのいい味付けです。こちらもあまり油は乗っていない感じの身質です。同様に大きめの骨が入っていました。食べた時の魚感はあまりありません。タレが美味しく、魚感が苦手な人でも食べやすいと思います。愛子ちゃん金のサバ味噌煮225円、評価はこんな感じです。 Amazon で6缶まとめ買いしました。愛子ちゃんは直径約 7.6 センチの缶、国産のサバが使われています。栄養素、原材料、プルタブの真ん中が少し盛り上がっており、隙間があります。簡単に指の腹で開けられました。親指は真ん中くらいに置いた方が良かったです。また蓋が固めで曲がらず、ものすごく開けやすかったです。身の量は小さめのものが5つ、1つ崩れていました。今までよりは脂が乗っている気がします。あまり濃い味付けではなく、少し薄く感じました。
その分魚自体の味を感じやすい気がします。油のりはそこそこあります。大きいと感じる骨は見当たりません。食べた時の魚感は少しあるので、魚感が苦手な人にはおすすめできませんが、濃い味が苦手な人は試してみてもいいと思います。マルハニチロサバ味噌煮409円、評価はこちらです。マルハの赤金缶は直径約 8.6 センチの大きい缶、2軒のスーパーで見かけました。ノルウェー産のサバが使われています。栄養素、原材料、蓋はこんな感じで白赤缶とほぼ同じです。プルタブと缶に隙間はなく、爪を使わないとダメでした。端よりも少し真ん中の方に親指を置いた方が開けやすかったです。蓋はそこそこ硬いので、プルタブが引き上がればまあまあ開けやすいです。身の量は小さめのものが5つ、1つが大きめのスプーンに乗るくらいの大きさです。マルハの白赤缶と似た甘めの味付けですが、魚の脂を感じるのでもう少し甘みが強く感じられます。脂が乗っており、食べた時の魚感は結構あります。魚感が苦手な人は買わない方がいいかもしれません。大きいと感じる骨は見当たりません。味付けがしっかりしていて、魚の味も感じられるサバ缶が好みな人におすすめです。タイム缶詰三陸産サバ味噌煮497円、評価はこちらです。タイム缶詰は直径約 8.6 センチの大きい缶、デパートで買いました。三陸産のサバが使われています。栄養素と原材料、開けるときには気がつきませんでしたが、プルタブに隙間があるタイプです。爪を使わず指の腹で開けることができました。斜めにしていたので汁がこぼれてしまいました。揚げたプルタブを引っ張るときに、真ん中よりも端近くに親指を置いた方が開けやすかったです。固めで曲がりにくく開けやすい蓋でした。身の量は大きいものが1つと小さいものが2つ、かなり脂が乗っている気がします。薄味で魚を味わう缶詰です。魚の脂が多いので魚感も強いです。魚感が苦手な人は買わない方がいいかと思います。身が立派な分かなり大きい骨もありました。美味しい魚が使われている感じがするので、しっかりと魚を感じたい人におすすめです。サバ缶を食べ比べてみて、味の違いはもちろんですが、缶の仕様などにも結構違いがあると思いました。個人的に缶を開けるときに爪を痛めることが多いので、全プルタブがこの形になればいいと思っています。比較的低価格なものはタレで勝負し、比較的高価格なものは魚で勝負している感じがしました。タレの味はマルハの白赤缶の甘めの味付けが好みでした。魚の身はやはり一番高いタイム缶が秀逸だったと思います。脂が乗っていてどこを食べても柔らかい身質でした。ただその分骨も立派で、食べられないようなものもあったので苦手な人もいるかもしれません。個人的に一番癖がなくバランスがいいと思ったのはマルハの白赤缶です。愛子ちゃんも癖は少ないと思いましたが、
白若缶に比べて薄味なので、魚感を若干強く感じると思います。改めて評価はこんな感じです。味は食べる部位によっても変わるので一概には言えませんが、私はマルハの赤金柑が、夫はマルハの白赤柑が好みでした。たまには食べ比べをしてみるのも面白いと思いました。チャンネル登録よろしくお願いします。